どうもこまやんです。今回は久々に動画で料理をやっていこうかなと思ってます。まあなんでかっていうと、こんなものをいただきました。ちょっと名前はモザイクかかるので見えないんですけど、まあ、安丸だしアンバサダーに任命されました。この安丸だしさんのこのだしを使った料理を3ヶ月間月2回動画投稿して紹介してほしいっていうことでね、いただきまして、普段ゲームチャンネルしかないのにここでこんなねのいただけるとは思ってなかったので受けまして、まあ、今回1回目ということで、まあ、動画でやろうかなと思ってやってます。次回以降はいつも通り配信でやっていきたいなと思ってるので、まあ、今回1回目だけ。次回以降何個か料理は決めてるんですけど、こんなんいいんじゃないとかあったらまたなんかコメントでもらえば嬉しいです。ということで、まあ、今回、まあ、タイトルにも入れてると思うんですけど、まあ、せっかくだったら、まあ、だしシンプルに使った方がいいかなと思って、一つは野菜のだしに、あと、まあ、ご飯もの食べたいので、まあ、炊き込みご飯としてタコ飯作っていこうと思います。まあ、タコ飯からやっていきますか。まあ、ご飯2合でね。本当はねざるとか使うのがいいと思うけど、自分は、まあ、一人暮らしっていうところも兼ねて、まあ、お手軽なねものを、まあ、やりたいなと思ってます。とりあえずこれちょっと水に浸しておきますと。具材としては、まあまずタコ、これも一人暮らしの知恵として、最近はこういう冷凍の野菜がめちゃくちゃ多くて、まあタコと、まあ、そら豆入れて、まあ、炊き込もうかなって考えてます。動画だからできるちょっとカット、ちょっと水に浸しといた米をねこれで出しますわ。醤油大さじ2、酒大さじ1、ちょっと塩も少し入れて、でこれでこれを使うと。まあ、これだしパックなんだけど中開けても使えるんで、今回、まあ、こっちの炊き込みご飯はパック開けてこのまま全部これを全部入れて炊きます。であとは水かな、2合まで。こんなもんかな。そしたらここに、タコとそら豆何個か、どんぐらい入れようか。こんな感じいいかな。まあこんな感じでね、あとは炊くだけ、楽だね、超手軽で。次は野菜のだしにと、まあシンプルに大根と、まあ冷凍ほうれん草でいいかな、2つでいいかな。まあ、切る間に出し取っちゃうか。500ミリに1パック。だからこれ入れて、あとはほっとくだけと。まあ、このぐらいかな。皮だけ軽く剥いとくか。まあ熱すぎても多分火通りにくいから薄めでいいかな。まあ、あとは真ん中にちょっと切れ目でも入れとくか。だし取って味噌汁にしてもいいんだけどね、野菜でね、まあ、そうなるとまあちょっとだしが味わえなくなっちゃいそうだから。そしたらあとはもう3、4分待つと。3、4分経ったので、まあ、だし取れたでし、いい感じの色じゃないかな。そしたらこれで大根茹でていっちゃおうか。危な
やべ、入らない。まあ、これ考えるとおでんもいいよね。だしで、だし粉としてかけてもいいし。これが熱いからちょっと火が通りにくそうだよな。大根だけでもいい気もしなくはない。まあ、だいぶ時間経ってきて、ちょっとね、水分というかね、だしも飛び出しちゃったから、そっと取るか。まあ、こんな感じ染みてればいいでしょう。いや、味はちょうどよかったんだよ。だから硬さだね。まあ、ちょっと少ないけど、ほうれん草もやろうかな。ちょっとだけ、ちょっとだけやろう。まあ、ほうれん草はね、ちょっと煮込めばいいでしょう。これでね、ちょっと冷凍だからちょっとだいぶ崩れちゃったけどね。これでだし煮は完成。あとはタコ飯が炊けるのを待ちと。で、タコ飯できましたよ。炊けました。いい感じじゃない？いい感じじゃない？で、本当はなんていうの、あの、なんだっけ、生姜の、なんて言えばいいんだ、あの出てこね生姜のあれ、スライス、スライス違うの、千切り忘れたなんだけど、まあないので、まあ、刻み生姜をね、ちょっとこれで中に入れて、で混ぜると。色は完璧でしょ、もう。いや、多分味もいいと思うんだけどね。そんな失敗しないでしょ、炊き込みご飯って。てか待って、豆がさ、豆が、あの、煮詰まってるせいかさ、潰れちゃう。待って、これ、あんまり混ぜない方がいいな。このぐらいで押さえ、押さえ、あっちあっち、装いますか。ということでね、今日の夕飯、野菜のだし煮とタコ飯完成です。食ってくか、タコとね。いきます。いや、これ完璧でしょ。味濃すぎず薄すぎずで、いや、ちょうどいい。このまま食べれる。本当にこれだけで全然食べれる。うん。そら豆なんかね、そら豆がね、ちょっと失敗なのか、なんか炊き込まれてすごいなんか潰れちゃってる。うん、野菜のだし煮も、食ってきます。めっちゃ出汁効いてる。シンプルにうまいね。男の一人飯なんで、これが最高よ。これはおかわりせざるを得ない。ついでにね、ちょっと味変としてね、大葉をちょっと入れて。大葉を合うよね、炊き込みご飯に。大葉はマジで何でも合う。マジでうまい。うん、
あー、ごちそうさまでした。うまくできたし、いや、めちゃくちゃ手軽で楽だし、で、本格的な味だね、マジで。気になった方は概要欄に通販サイトがあるので、よかったら購入もよろしくどうぞ。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。次回は配信になります。では。